はるです。突然なんですけど、アクリル絵の具って種類多くね？そもそもどういうキャンバスと筆が合うかとか分からへんねんけど、おすすめのセットが知りたい、そういう人もね、多いんじゃないですかね。はい、ということで今回はホルベイン様とアート&クラフトラボ様のご提供により、4つのアクリル絵の具徹底レビュー。1つ目、アクリリックカラーヘビーボディ。2つ目、アクリリックガッシュ。3つ目、アクリリックインク。4つ目、アクリリックカラーフルイド。この4つをね、紹介していこうと思います。なのでね、ぜひね、自分に合ったアクリル絵の具を見つけてください。いやいやいや、でもお高いんでしょって思うと思うんですけど、今回もね、めっちゃお得なキャンペーンがあるので、それはね、動画の最後でお伝えしようと思います。まずはじゃあ4つの違いと特徴からお話ししていこうと思います。じゃあ、はい、じゃあね、実際に4つほど紹介していこうと思います。まず1つ目、こちらアクリリックカラーヘビーボディ24色ですね。めっちゃかっこいい。こちらのね、チューブタイプ似たようなものとしてもう1個アクリリックガッシュっていうのもあります。これもね、後ほどがっつり説明するんですけども、まずこれとこれすごい見た目が似てますよね。何が違うのかっていうと、こっちのかっこいい方は結構ね、粘度が高いんですよね。まあ、その名の通りヘビーボディなんで、まあ、ナイフでね、こうがっつりこう盛り上げてね、こう作りたいとか、筆のタッチを残したいとかね、強い線が描きたい人に向けたアクリル絵の具で、こっち側のグレーの方のアクリリックガッシュは、こっちがね、基本的なアクリルガッシュだと思っていただいていいと思います。発色もいいし、学校とかでもね、結構配られるところが多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、という感じで、まずはこっちから紹介していきます。じゃらん、うわぁ素敵。中にはこういう感じでパンフレットですね。扱い方だったり、まあ、この絵の具のね、特徴とかっていうのがざっくり書かれています。技法とかも載ってるんで、これはね、ありがたいですね。じゃあまずはいつも通り試し塗りからいきます。で、今回使用していくパレットなんですけど、ペーパーパレットを使用していこうと思います。基本的にね、このペーパーパレットを使った方がいいです。まあ、お皿にね、ラップとか敷いても別に問題ではないんですけど、やっぱりね、このフラットな面の方が綺麗にね、絵の具が見えるし、ペーパーパレットのいいところ、こういう感じで1枚ずつね、ちぎってね、捨てれるんですよ。もう、ゴミがね、少ないんですよ。で、今回使用したペーパーパレットとか、筆とかっていうのは全部概要欄に載せてますので、気になる人はね、ぜひ見てみてください。約30枚入ってますね。出した時は、こういう感じ。はい、で、使用していく筆はこちらですね。今回ね、ご提供いただきました、アートギアシリーズの筆を使っていきます。持った瞬間に分かったんですけど、筆先がね、すごい柔らかくて、で、かつ芯がしっかりしてるので、めっちゃ描きやすそう。ほら、アートギアプレミアムって入っててね、めっちゃ高級感やばない？なんかこれ持っただけで私結構一人前の画家ですね、みたいな感じがしますね。で、今回ね、アクリルの注意点として、私ね、試し塗り用に全色出したんですけど、本当は使う色だけで出してちょっとずつ取ってってください。お、すごい。絵の具を見てほしいんですけど、取った部分がほら硬いんですよね。ちょっとわかるかな、このケーキを切った後みたいな。こう本来はこうトローンってね、こうトローンってなるんですけど、しっかり自立してるんですよね。ちょっと伝わるかな。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、力強い線を残したい人とか、筆のね、この跡、こうやって描いた後のこの膨らみ具合とかを残したい人にとったら結構ね、最強の絵の具だと思います。だからちょっと油絵に近いかな、イメージとしてはね。で、あと筆に関してもめっちゃ描きやすい。なんじゃこれ。で、水彩の筆はね、結構持ってたんですけど、アクリルの筆ってあんまなかったんで、アクリルのね、筆どうしようかなって悩んでる人はとりあえずね、これ持っておけばいいと思います。アートギアってやつですね。ほらほらほら、撮った時にさ、ほらケーキみたいにさ、ここが残ってんね。で、水はね、描いてて思ったんですけど、少なめでいいと思います。あんまなんかビチャビチャ描いちゃうとね、この絵の具の良さをしっかり出せきれない気がする、私はね。うわー、すげー、綺麗すぎ。はい、塗った感想としてはね、厚塗りがね、すごいしやすそうな絵の具だなっていうのがまず第一印象です。力強い絵にもね、全然余裕でついてこれる素敵な絵の具だと思うので、ぜひ検討してみてください。で、あとね、ちょっとプラスアルファでこの筆に関してもね、ちょっと紹介したいと思います。はい、一応ね、全種類塗ってみました。で、この R と F って書いてるのが、まず R っていうのがこういうね、先が細くなってるタイプのやつですね。で、F っていうのが平筆みたいな感じでね、先がちょっと四角っぽくなってる、この薄型の筆のことです。塗った感想としては、普通に私これレギュラー入りすると思います。アクリルでね、これからも使っていく筆に入るなっていうのがまず感想と、あとね、水の含みもすごいいいので、すごいね、綺麗に乗ってくれるしね、描きやすいんですよね。で、この色が途切れる
ることも結構なくて、いっぱい含んでるんでね、めちゃめちゃ書きやすいなっていうのがポイントです。なので、まあ筆ね、悩んでる人がいたら概要欄貼っておくので、こちらの筆もぜひ見てみてください。はい、じゃあ実際にね、これでお絵かきしてみて、次の絵の具の紹介に行きたいと思います。ハイスピードで行くのでね、よかったら最後まで見ててください。はい、じゃあね、実際にお絵かきしていきます。使っていくキャンバスはこちら、キュービックキャンバス。これ見て、横がね、すごい分厚くてめっちゃ可愛らしいキャンバスです。ヘビーボディのアクリリックカラーでお絵かきしていこうと思います。じゃあ、ゴー。はい、じゃあ2つ目の紹介ですね。こちらアクリリックガッシュ24色セット。こちらの中身がじゃん、はぁ、かわいい、かわいい。で、こちらもパンフレットと絵の具が24色入っていると。めっちゃかわいない？素敵、やば、触っていいんかなって感じがする。はい、で、こちらの絵の具の特徴としては、かなり速乾性があります。つまりすぐ乾くんですよね。こちらもね、もちろん耐水性のアクリリックガッシュで、完全にね、固まっちゃうと水で溶けることはできません。でね、色も鮮やかで、表現の幅がね、かなり広いです。滑らかなタッチが特徴の絵の具です。結構ね、このシリーズ見る人多いんじゃないかなって思いますね。私もね、画塾時代は学校でこれ配られてました。で、これの特徴としては、チューブにね、マンセル記号っていうのがもう書かれているんですよ。で、マンセル記号とは何ぞっていうと、まあ色を表す記号ですね。なので、例えば PB15 みたいな、パープルブルーの15、これの数字が上がるほど明るかったり色鮮やかだったりします。結構ね、この P とか R とか YR とかはね、コピックとかでも見たことあるよっていう人いると思うんですよ。なので、例えば黄色系の絵を描いてて、ここもうちょっと黄色み足したいなって思ったら、 Y、 イエローの Y シリーズの中からこう色選んだりとかね、するので、結構ね、この色も一発で見やすいし、こうサクって描けるね、私の中で一番基本的な、よく使うアクリルかなっていう風に思ってます、私はね。はい、じゃあこちらも試し塗りからいきます。じゃあ次はこちらの大きいペーパーパレットを使っていきますね。はい、絵の具をね、出した感じはこういう感じ。さっきのと比べてね、結構もうトロトロしてるので、こうやって斜めにするだけでもね、流れていっちゃいそうな感じです。はい、という感じで塗り終わりました。今のね、状況を漢字2文字で表すなら、マジで安定って感じですね。本当にね、サラサラしてて塗りやすいし、結構ね、トロってしてるので、筆にもね、こう喜んで入ってってくれるんですよね、絵の具が。で、さっきのに比べてかなりね、柔らかいので、初心者の方でもね、結構もうサラサラって描けるような感じです。さっきの絵の具はちょっとね、厚塗りとか、まあ筆のね、こうタッチをがっつり残したりするようなので、まあそれに比べてこっちは結構このマットな、フラットな面としてね、描きやすいなって思います。なので、私ね、ペインティングナイフ使ってゴリゴリ絵の具持っていくねんっていう人には、ちょっとこっちじゃなくてね、さっきの方がいいかなって思いますね。逆に平面のね、絵でこうベタ塗り感覚でね、薄くこう筆とか使って結構描くことが多いっていう人は、もうこの絵の具一択かなって思いますね。なので、まあ迷ったらこれ買うぐらいでいいと思います。一番標準的な絵の具かなっていう風に思いますね。はい、じゃあ次、これを使ってね、もう一枚絵を描いていこうと思います。比較をね、出したいので、さっきと同じクリームソーダちゃんの絵を描いていきます。3つ目の商品はこちらですね。ホルメインアクリリックインクってことで、チューブタイプとはまた違うインクタイプですね。これも一応アクリルです。アクリルっていうだけでもね、種類がめっちゃあるんで、でもどれがいいってもう悩む人がね、いる気持ちもめちゃめちゃわかります。私もね、今でさえ悩んだりするので。はい、じゃあ今回はこちらですね。はい、まずこちらのね、特徴はその名の通りインクなので、耐久性がすごく強くて、あとはね、こう何回も何回も塗り重ねなくても綺麗にムラがなくね、こう
う力強い発色がある美しいインクということで、まあメリットとしてはやっぱすぐ使える点かなって思いますね。絵の具とかだったらさっきみたいにチューブから出して水で溶いてこう筆を出して紙に書くって印象ですけど、このインクの場合だと出して使えるんですよ、すぐに。で、あとね、素敵って思ったのがこれキャップ取れないんですよね。ここの部分を回すだけ、これでもう出るらしい。すごい。このね、ちょっと胴体の部分をちょっと軽く押してあげるだけで前からね、こうポタポタって出てきますね。キャップをなくし問題を阻止できるっていう。なんじゃこれは。こんなん全色欲しくなるだ。なるだ。で、まあどうやって描くかというと、このままね、普通に筆で伸ばしても大丈夫です。普通に絵の具みたいにこのままこうやって描くこともできると。で、結構絵の具よりもサラッサラしてるので、すごい描きやすい。発色よ。でね、濃いですね。で、一回一回水と混ぜたりしなくてもいいので、もうなんかね、パパってすぐ塗れる点がめちゃめちゃいい。あとね、このインクね、すごいのが、いろんな書き方ができるんですよ。例えば、こちら、アクリリックインクの詰め替え用マーカー。この蓋取って、ストッパー部分も取ります。メモリがついた容器になるので、ここにインクを入れるんですよ。4メモリ分ぐらい黄色入れました。で、しっかり締めて、わ、すげえ。ペンとしても描けるとすげえ。しかもこれオリジナルの自分だけの色ですからね、今作ったので。このね、マーカー自体もペン先がマジで種類めっちゃあって、細いものから広範囲をね、こうガッて塗りつぶせるものまで、ね、たくさんあるんですよ。で、まだすごい点があって、容器にインク入れて、こちらガラスペンでも使えるっていう。サラサラってしてて、かつすごい濃厚で濃いインクなので、ガラスペンのインクとしても使えると。ティッシュでポンポンしてもいいんじゃない？ほら、なんかティッシュでポンポンって書いてもいい感じ。エアブラシ持ってる人、エアブラシにも使えるらしいです。もうすごないこれ。逆に何ができひんのって感じなんですけど、チューブのね、アクリル絵の具とまた別のちょっと違った絵のタッチに挑戦してみたいとかね、新しい絵を描いてみたいっていう人にはマジでおすすめです。じゃあこれもね、同じ絵を描いていこうと思います。はい、最後ですね、アクリリックカラーフルイド発色セットですね。じゃらん。わあ、綺麗。アクリルの特徴としては、まずね、ベタ塗りとか、まあ広く薄く塗るところに関しては、もう最強の絵の具なんですよね。で、こちらもね、もちろん耐久性がある絵の具で、水で薄めなくても綺麗にね、濃く伸びてくれる、そんな絵の具です。で、まあさっきのね、インクと何が違うかっていうと、さっきのインクよりも結構ね、トロッとしたような印象があります。とりあえずね、画面上での、まあ、キャンバスとか紙の上での絵の具の伸びが桁外れに違うので、それをね、紹介したいと思います。結構ね、過去に動画に上げてるポーリングアートとかね、そういう感じのイメージだと思っていただければ割と分かりやすいかなと思います。フルイドっていうのはね、流動的なっていう意味があるらしくて、もう本当にね、液体に近いです。なので、まあどんだけ伸びがいいかっていうと、例えばね、一番最初に紹介したヘビーボディの絵の具ですねっていうのを同じ分ぐらい置きます、量をね。でもこの段階でヘビーボディの方はこう形を保ってるんですけど、フルイドの方はね、もう結構トロってしてるんですよね。こう斜めにするとね、こう垂れていっちゃいそうな柔らかい絵の具です。で、これをじゃあね、本当はガラスの棒がいいんですけど、ちょっとないので、定規で伸ばしてみます。やばくない？ほらこんな感じで、とりあえずね、めちゃめちゃ伸びがいいんですよね。だから広範囲塗るときとか、平塗りでとりあえずベタ塗りでね、バッて塗るときとかっていうのはもう神マジで神で、その時にじゃあ絵の具も薄めたら、もちろんね、サラサラするし伸びやすいよねって思う人も多いと思うんですよ。なので水で薄めてみます。こっちの左側がヘビーボディで、右が、フルイドの方。ほら、この差わかりますか？ヘビーボディはその分ね、こう厚塗りとか、最初に言ったようにこうゴテってした塗り、こうモリモリってしたね、塗り方がすごい得意な絵の具なんですけど、その分ね、こう伸ばそうと思うと水が入った分薄くなってしまいます。でもこのフルイドの方は水で薄めない分、もう最初からもう水のようにね、サラサラしてるので、トロッとしてるので濃いんですよ。で、ムラも目立ちにくい、力強いかつすごい美しい絵の具なんですよね。この子にもね、大変お世話になってきました。
他にもね、紙とか布とか、まあ、いろんなものにもね、このフルイドくんは使えるので、こう、幅広い制作がしたい方とかね、おすすめです。あとはね、こういう感じで絵の具置いて、本来ね、上から別の色を混ぜると、絵の具ってね、こう、ボトってなったりとか、水彩の場合とかだったら、こう、ビチャーってね、こう、じわーって伸びてっちゃったりするんですけど、このフルイドは上から乗っけてもね、ほら、こういう感じで、完全にね、色の境界線が生まれるんですよね。これはね、全く新しいですよね。使ったことないっていう人はね、一回使ってみてください。今までのね、絵の具っていう概念ぶち壊れますからね。はい、じゃあこれもね、使って、同じようにクリームソーダ書いてね、最後にまとめとオタク情報とか、絶対にね、チェックしておいてほしい情報をお話しするので、よかったら最後まで見ててください。じゃあ、GO!ということで塗り比べが終わりました。いやね、どれもね最高の絵の具なんで、ぜひね気になるものがある人は見てみてください。で、お得情報なんですけども、今回ですね、アート&クラフトラボさんの楽天ショップにて4月の23日8時から4月の28日1時59分まで楽天お買い物マラソンでね、なんと対象商品 20% から 30% オフになります。いや、安すぎ。で、さっきの4つの商品だとこういう感じにね、全部安くなります。これはね、マジでお得ですよね。で、しかもその間ね、500円オフのクーポンが配布されて、アート&クラフトラボさんの楽天ショップでね、5000円以上買った人にその500円クーポンが適用されるということです。安くもなるし、500円のクーポンも使えるっていうね、これもね、マジでお得で、あと今回ね、この紹介した4つのアクリル絵の具を購入した方に先着100名様にこちらクリアジェッソがつきます。これね、ジェッソって何っていうと、絵の具を塗る前に下地で塗るものです。なんで、その分ね、絵の具の定着率が良くなったりとか、発色が良くなったり、耐久性が上がったりするので、まあ塗らないよりは絶対塗った方がいいよねっていうような下地用の、まあ、塗り剤ですね。で、一応ね、今回描いた作品全部ジェッソ塗ってます。今回分けて描きました。こっち側がジェッソあり、こっち側がジェッソなしですね。一見ね、んって思うかもしれないんですけど、これね、近くで見てもらったらめっちゃ分かります。ありの方が絵の具がね、こう表面に綺麗にね塗れてるんですよ。で、ジェッソなしの方になると、ちょっと所々白くなったりとか、ちょっとね、かすれたりとかしてるんですよね。若干ひび割れっぽいのも見えます、ジェッソなしの方が。なので表面がね、結構ツルツルするというか、めちゃめちゃ描きやすくなるので、ジェッソはね、あった方がいいです。で、まあこのね、ジェッソがついてくるキャンペーンも、まあ、先着順になるので、欲しい方はお早めに URL からお待ちしております。ちなみにね、このジェスのプレゼント期間っていうのは5月の31日まで行っているそうです。はい、という感じでね、いっぱい絵を描いてきたんですけども、やっぱりね、どれも素敵なアクリルばっかで、まあ私的にはね、1位2位3位とか決めるつもりはなくて、それぞれね、もうジャンルが違うのでね、それぞれの描き方に合った絵の具を使っていこうと思います。他にもいろいろ画材紹介とかやったりしてるので見てみてください。あ、ちょっとアクリルのこと分かったかもっていう参考になったら嬉しいなっていうふうに思います。じゃあ今回はそんな感じで終わります。バイバイ。